水原行って、衝撃な理由でドジャースを解雇される。今シーズンからドジャースへ移籍して、パドレスとの開幕戦では2本のヒットを放ってみせた大谷翔平。そんな試合から一夜明けた中で衝撃のニュースが入ってきた。なんと大谷の通訳をずっと務めていた水原一平がドジャースから解雇されたという。そして解雇の理由も衝撃的で、どうやら水原は大谷の資金を違法なブックメーカーでかけるため大規模な窃に手を染めたと大谷の代理人弁護士から告発を受けた。またメディアが報じるところによると、水原通訳が450万ドル、日本円にして約6億8000万円を使ったとされている。さらに大谷の弁護士が所属する法律事務所の広報担当者は、我々は大谷翔平が大規模な窃の被害者であることが分かり、我々はこの問題を当局に引き渡していると声明を出していた。まだまだ真相は不明だが、水原自身がギャンブル依存症であるとチームメイトの前で告白したとの情報もあり、一番の理解者だった水原通訳を失う大谷のメンタルが心配される。